民政党は第三共和国時代の大韓民国における政党である。第二共和国時代の与党である民主党から尹前大統領を支持する旧派が離党して結成した新民党の関係者が主体となった。1961年の5.16軍事クーデター以降の政治活動規制措置が解かれた後の1963年1月27日に 結成北起人大会が開催、同年5月14日に結成された。当初、民主党や新政党など他の保守野党と連合して、統合野党を結成すべく国民の党結成に参加しようとしたが、大統領候補の座をめぐりた党と,と折り合いがつかなかったため、国民の党から離脱して同年9月12日に改めて党大会を開いた。 基本路線は自由民主主義と平和的政権交代と、し、代表最高院に、近比のエロ、第5代大,大統領選挙の候補者に、院前が選出された。大統領選挙にて、院前候補は、民主共和党公認の木正規候補と争ったが、15万票、あまりのわずかな差で、木正規候補に敗れた。しかし、民政党は、直後に行われた。 総選挙で第一野党となり、日本との国交回復のため行われた日韓会談に反対する闘争をするための対日屈辱外交反対、本国民闘争委員会を組織、野党共同で闘争を進めた。その結果、1964年12月26日に自由民主党を吸収、統合したのに続いて、第二野党の民主党と統合を果たし、 第三共和国における初めての統合野党である民衆党を発足させた。ありがとうございます。